スーパーチャージャー、スーパーチャージャーは本来、下級機全般を指すが、機械式下級機を指して、スーパーチャージャーと呼び、排気タービン式下級機、ターボチャージャーとは区別されるのが通例となっている。機械式下級機を特に区別する場合は、メカニカル、スーパーチャージャーと言われる。スーパーチャージャーは、エンジンの出力軸、クランクシャフトからベルトなどを介して取り出した動力や、 電動モーターによって圧縮機、コンプレッサーを駆動し、空気を圧縮してエンジンに供給する補機であり、圧縮機の種類により、延伸式、ルーツ式、ディショルム式などがある。排気の流れを動力源として利用するターボチャージャーと比較すると、排ガス浄化性能が高く、スロットル、アクセル操作に対する反応や中低速での出力特性が優れている。一方、 機械式スーパーチャージャーのうちエンジンの出力軸から動力を得ている場合、消費される出力は、スーパーチャージャーの回転速度の事情に比例するため高回転域の出力がターボチャージャーに比べをとる。機械式スーパーチャージャーの欠点を補うため、動力源を電動モーターとしたスーパーチャージャーが、小排気量の自動車向けとして開発され、量産化され始めている。 しかしながら、定常運転の時間が長い航空機用や産業用のエンジンでは、ターボチャージャーの方が主流となっていて、スーパーチャージャーは一部の自動車用ガソリンジンに採用されているのみである。航空機の技術が発展して、待機密度の低い高高度を飛行するようになると、待機密度の低下によるレシプロエンジンの出力低下を補うために下級機が開発され、 機械式のスーパーチャージャーが採用されていた時代があった。しかし、第二次世界大戦中にターボチャージャーが実用化されて、スーパーチャージャーの採用例は徐々に少なくなった。さらに戦後間もなく、ジェットエンジンが実用化されて、レシプロエンジンを搭載する航空機は小型機に限られるようになり、下級機が搭載される場合もターボチャージャーが搭載される。 航空機に用いられたスーパーチャージャーの例は、第二次世界大戦までの軍用機に見られ、延伸式が多く採用された。航空機に下級機を用いて、地上一気圧下と同等の出力が得られる高度は、臨界高度と呼ばれるが、臨界高度を高くするためには、下級機の回転速度を速くするなどの方法で、下級圧を高くする必要がある。しかし一方で、下級圧を高くすると、 機械損失、メカニカルロスが大きくなり、低高度での出力に制限がかかる。このため航空機に採用されていたスーパーチャージャーは、高度によって回転速度を切り替えることができる一段二足と呼ばれる方式が採用された。あるいは、複数のスーパーチャージャーを組み込み、一段目で圧縮された空気をさらに二段目で圧縮する方式は二段下級と呼ばれる方を採用した例もあった。 圧縮によって高温になった空気の密度をさらに高くするため、一段目と二段目の間に、中間冷却機、インタークーラーで冷却するエンジン、英国ロールスロイスマーリンなどや、スーパーチャージャーとターボチャージャーを組み合わせたエンジンも存在した。自動車用の機械式スーパーチャージャーはコストを抑えやすいためルーツ式が主流である。イートンコーポレーションでは、四つ葉のものも開発。 製造しており、量産車への採用例もある。また、ルーツ式スーパーチャージャーとターボチャージャーを組み合わせ、低回転域ではスーパーチャージャーが働き、高回転域ではターボチャージャーが働くツインチャージャーを採用する例もった。レース用エンジンには二段下級式も採用された例がある。しかし、ルーツ式は下級圧を高めるほど効率は低くなり、騒音を生じやすいほか、 装置が大きく重い欠点があることから、後付けで搭載される、アフターマーケット製品のスーパーチャージャーを中心に、延伸式を採用する例もある。過去において、日本の自動車税の税額は、車体寸法とエンジンの排気量により決定され、下級機の追加は、課税に影響しなかったことから、小型乗用車の枠内に収めた車種に排気量 2000cc のエンジンと下級機を搭載して、 最高出力を争うように訴求力を高めていた。その場合においても、小排気量で高回転域の出力を重視する場合は、ターボチャージャーと比較するとメカニカルロが大きく、またコストパフォーマンスが悪いことから採用例が少なかった。一方、ターボチャージャーの欠点は、技術が進歩すると共に解消され、スーパーチャージャーの採用例が増えることはなった。 最高出力を向上する目的で下級機の採用例が増えた。日本の自動車業界であったが、自動車による環境負荷を低減することが注目されるようになると、最高出力競争が下火になり、下級機を搭載する乗用車は一時的に少なくなった。2010年代から、小排器量のエンジンに下級機を搭載するダウンサイジングコンセプトが世界的に認知され始めたが、 ターボチャージャーが主流であり、機械式スーパーチャージャーの採用は一部に止まっている。2015年現在で市販されている日本メーカーの常用車、限定車を除くでスーパーチャージャーを乗しているのは日産ノートのみとなっている。北米向け車種でスーパーチャージャーの採用例は多く、ジャガー、ランドローバー、メルセデス・ベンツなどの欧州各メーカーが主に北米向けとして、 スーパーチャージャー装備車をラインナーしている。また、アフターマーケット用にルーツブロワーやリショルムコンプレッサーが市販されており、ライトトラックの動力性能向上のためにも利用されている。北米日産が生産するピックアップトラックのフロンティアと、それをベースとした連海 SUV であるエクステラのハイパフォーマンスバージョンとして、V63.3L ガソリンエンジンにスーパーチャージャーを 追加した VG33ER 型がある。ヨーロッパではメルセデスベンツがルーツブロワー及びリショルムコンプレッサーを使用している。直列4気筒にはルーツブロワーが組み合わされ、AMG モデルの V6、V8 にはリショルムコンプレッサーが組み合わされる。リショルムコンプレッサーについては大排気量の V8 エンジン63エンジンに置き換えられつつある。 オートバイ用エンジンでも、プジョーもとし来るから、スーパーチャージャー搭載のスクーターであるが、2005年から数年間販売されていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。